本日紹介する iPhone5 のケースはこちらになります。これ最大の特徴はこれね、結構頑丈そうに見えるでしょ、うん、で強いケースなんだけどカードが入れられるっていうケースなんですよ。おお、 IC カード入れられる。カードって書いてあるでしょ。でこのカードって書いてある部分に入れるんだけど、段差がねあるんですよ、うんうんうん、だから iPhone そのまま入れても大きさとか変わらない、そのまんま、でさらに衝撃に強いというケースなんですよ。すごい嬉しいでしょ、うん、でこれね嬉しいポイントがまだあって、 IC カードとか入れると干渉しちゃうでしょ。だからみんな干渉防止シートって別で買うじゃん、うん、何のにもかかわらず干渉防止シート付属してるんですよ。おいいよね。だってこれだけで1000円とかするでしょ。する、まあ、980円とか1200円とかなんかそれぐらいの値段なんですよ、うん、でいてこのケースの値段もね入れるとすごいお買い得なんですよ。だからこの私の使ってる定期をここに入れるじゃないですか、うん、入れて動かない、段差があるからいいよね。すごい。でケースをします。装着できました。どう、これ今私ガラスのプロテクターしてるんですけど一緒に併用できます。カード入ってるで見えないでしょ。これカラーラインナップがねまた豊富で、黄色だったりあと白黒とかあと青とかね、いろんな色があるんですよ。かっこいい、かっこいい。でホールド感がまたいいですね、持った時のホールド感。ただ一点だけ気をつけてもらいたいのが、ボリュームボタンとこのスリープボタンがねちょっと押しづらくなるかな。押しづらくなるというかちゃんと押せるんですけどカチカチ言わないって感じ。だからさ、なんか押す時にカチって音がなんか鳴った方がいいなって思う人はちょっと気をつけた方がいいかもしれない、うん、だけどそんなの気にしないやっていう人はね、ほらちゃんと押せるんでそこは大丈夫です、問題ないです、はい、押せてるでしょ、うんうん、一番はね衝撃に強いっていうケースです。でさらにカードが入れられるというね、解読なケースになっております。カードを入れたい、保護をしっかりしたいという方はチェックしてみてください。バイバイ。